こんばんは。こんばんは。光かなんか詰めようですか。はい、夜の部だ。夜の部ですね。夜の部は、うん、一番の目的は知りますか。とりあえずはね、なんかこう、うん、ね、溜まってるらしいから。らしいけど、うん、で俺は、うん、昼間に釣ったイカだ。そうそう、これの残り物、うん、まあ、ゲソとかね、残り物をこんな感じでつけて、これで魚を釣ってそれを泳がせて知ります。おお、いい。ああ、なるほど。OK。なんかこうローテーションしながら、ね、うん、いろいろね、何かしら釣ろう、うん、お土産を、そうね、持って帰ろう。見て、うん、あれね、沖陸じゃないというか全部船よ。あれ防波堤やないの。違う違う、全部船。全部船。等間隔すぎるやろ。綺麗ね。いや、こんないっぱい船が出てるの初めて見た。ヨダキ、ヨダキってやつですかね。だから多分イカだと思う。イカ漁船。さあ、どんどん、はい、やっていきましょう。やっていきますか。おい、みなさんご機嫌いかがでしょうか。釣りは世界を救うのでしょうか。そんなことより見てみませんか。釣りよかでしょう。イカゲソちゃん、ちょっと、はい、イカゲソライトゲーム、みなさんは駅からやっていきましょう。了解です。これ、あの、僕エギでタイを釣るから。お今のところエギでアコを釣ってますからね。そうそう、今度はエギでタイを釣る。お、もし釣れたら本当に10万増えますね。本当に。もう釣ったもの全部食うシリーズはもうあの料理で終わっとって今は釣ったものを持って帰るシリーズやけど。あ、なるほど。全部こんなん釣る。なんだあれ、あれあ、最初だけやったっけ、多分金魚。あ、金魚。はい、金魚。じゃあこれ、はい、はい、ダブルリリース。ダブルリリース。ダブルリリース。同じサイズやん。本当だ。じゃあ逃がします。はい。なんだろうね、俺昼間そのイカ釣り、はい、に関してはさ、夜の方が当たり取りやすいんだよ。なんだろうね。なんでだろう。夜の方が分かるっていうか、分かりやすい。見たいでしょ。え？変態です。なんで？夜の方が感度がいい。感度がいい。それ言い方やろ。感度がいいからね。夜の方が感度がいい。アダルティーな時間になってきてますからね。ありってことね。YouTube に時間は関係ねえ。あ、そうか。上がるの8時。平均年齢が29歳、30歳。ヨルさんが34歳、ムヨさんが33歳、はい、ユーピーさんが34歳、はい、おっさんばっかり。おっさん言うなし。おっさん言うなし。あの他の YouTuber 見てくださいよ。なんか髪の毛赤とか黄色青とかしてる、うんうん、ね、で、まあ、若いじゃないですか、うん、でイエーって、まあ、実験系とか、うんうん、街中とかで、うん、はいはいはい。ね、他の YouTuber は確かにいろんな髪の色してるけど、はい、僕ら大体ところどころ白い髪が混じってる。昨日なんてさ、あの何跳びやる、はあ、立ち幅跳び、はい、立ち幅跳び、はいはい、立ち幅跳びしただけで俺両腕が痛かったから、ね、俺腰が痛い、ずーっと痛くてもうこうしとったからね。何も持てねえみたいな。肩が来てる。平均年齢31歳ですね。おっさんですね、このチャンネル。いいのか。ほんとこのチャンネルおっさんや。おじさんチャンネルですね。おじさんチャンネルと考えもんですね。緊急会議でしょ。俺最近の悩みがめちゃくちゃ白髪増えてる。やばかったね。俺もやばいんだよ。
通の YouTuber はこんな話酒がうまいだのつまみがうまいだのどこどこが痛いだの痛いだの白髪が増えただの思った以上に動けなくて、はい、意識だけ先行って例えばさ、はい、まあ、バドミントンとかそうだ、はい、意識は届くんよ見えてて、はい、届くあそこまでっつってあと一歩がと全然出てないよねおおさん、なんだこれなんだ金魚です魚あ、はいはい、さっきの話の続き、うん、例外がいます確かに例外が悪いけど野人並みのでもあの人も、うん、そのあの人の名前を言ってはいけないあの人も数年前に比べたら落ちてるやっぱりあの人あの人でもあの人も今もガンガンバドミントンとかバシバシ打ちますけど、うん、あんだけ動けてるけど数年前もっとひどかったからすごかったからね誰ですかねあの人って、ね、名前を言ってはいけないあの人はすごかったよ夜の部はなんかしんみりしますねさあちょっと粘ってみましたけどちょっと反応が悪いですね、はい、悪いね、うん、でシーバスの影も見当たらないもうな金魚しかいない金魚と小イカこんぐらいのイカがいっぱいそれだっけアラカブスラツレンちょっと移動しましょう、うん、移動して、うん、またちょっと粘りを、うん、じゃあ移動移動さあ移動してきました移動してきました、はい、ただいまの時間11時でございます、はい、とりあえずこっちの方が大きいイカがいそうだから、うん、そうですねチャージチャージ OK おめっちゃ光ってるめっちゃ光ってるしかも風がないあんまり本当やクラムシがいる昼間はここで釣れましたから ねいい感じで釣れたよねそうですねわかんないわかんないわかんないでかいんじゃないでかいんじゃないそんなないのかそんなない入った入った入ったよっしゃー来た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 シャイ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 釣れた釣れたえそれ槍かおいしょおいしょおいしょあおりわっあおりじゃないあおりじゃない槍だ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 槍いるんだ群れ来てんじゃない槍だおらおら、槍だ槍だ槍槍か、槍か槍か剣先か槍か剣先やったおぉごめんおそすおいでよっしゃオーケー槍か、おえおえ槍か、かなんか、おえおえよっしゃ、ムネオさん、今日引き続き釣れた多分群れが来てると思うんですよあんねはいすぐその辺だったよあ、マジですかうんやっぱあれ、イカ漁船なんだね全部光ってるのは絶対に、絶対にイカ漁船ださっきからなんか小魚が跳ねてるですよねなんかあれがね、10匹くらい釣れるといいですけどね本当ねマジか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 また連発かマジかマジかはい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 マジかマジか連発か抜けるかな抜いちゃう抜いちゃう多分抜ける多分抜けるおいしょうわー、今度は煽り煽りだ今度は煽り煽りのちっちゃいのちっちゃいこれリリースだよねリリースですねリリオエでも、こんな釣れるもんなんだね、イカめっちゃ楽しい2メーターぐらい先マジっすかうんおめっこイエーイおえおえいリリースはいこれおはようございますおはようございます夜中頑張ったですけどねお土産がねないから、ね、今んとこイカが2匹クールサイズが2匹と、うん、剣先が1匹残り少ないですけどちょっと頑張りましょう時間ぐらいちょっとやりましょう、はい、やりましょうかということで今んとこイカしか釣れてないから別のとこちょっと狙いましょうか、はい、そうねはい僕はちょっとこいつを、はい、あこれ孫釣りの時にやったやつです、ね、そう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 あこうのまた釣れるかもしれないそうか寝魚釣れましたから ねしゃよしお土産を釣って帰りましょうはいはい頑張りましょうおいおん今なんかおあれえ
ついてないやあ今ね、はい、ボーボーって何も触ってないやん、はい、ってやつだマジですかマジマジマジでも今の合わせやったらバス合わせやけんめっちゃ待ちましたよお今何か当たったお今何か当たったおめっちゃ待ちましたコンあ当たったふんぐらいやったんですよあ当たった乗った乗ったおぉなんだめちゃくちゃ反ってるぞ竿使ってないもんなオッケーおぉサイズアップやったこれ食えるぜやったこれ食べれるはい食べれますねこれはやったお持ち帰りサイズやったこれ味噌汁も作れますよよっしゃよっしゃオッケーこれよりちょっと大きいぐらいはいっぱい釣りたいなもうちょっとでかいの欲しいですけどねこれは食えるサイズやった味噌汁おい味噌汁さあ雨もやみましてはいちょっとまた晴れ間が出てきましたねねよかったねはいちょっとフェリーの時間までもう少しなのでちょっといい釣果をちょっとあげたい、はい、そうねちょっとお土産とは言えないよねお土産がちょっと少ないのでちょっとお土産の魚ちょっと狙いででかいアラカブかメバルか皆、うん、さんがシーバス狙いシーバスチヌあたり釣れたらいいな、うん、釣れて行きましょうちょっとそれを狙っていきましょうはい、はい、さあ宗男さんはバイブレーションはいこの間シーバス追っかけてきてますからねねはいそれを聞いてはいてくれ多分ここあのフェリーの通り道だから多分ドンブカになってるのかなっていう、ね、はい穴釣りさあイカ穴釣り最高の餌そうイカイカやろ釣ったイカのほらここ長いゲソ、うん、触手、うん、あれ食わんやんねそうねバイキンがついてる、うん、そこをつけたオッケーそこをそれをこのアラカブマンションに入れますあいつもの穴やんはいただあれ今ヒートパッド引いとるねさあどうだ当たりはここにいないならあ当たった当たったおだったよいるいるいらっしゃるおおー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 来たこれはおおこれはこれでかいぞでかいぞなんだなんだベラでかでかベラまあでも今日は食ったもの全部食うシリーズじゃない食ったもの食ったもの釣ったものおえー、おえボコボコっちゃったおほらこんなんだよちっちゃ金魚ですここアラカブいないのかなアラカブいなくなったねえ本当にいないおー寝よるかと思った金魚です金魚お土産釣れんぼダメだこりゃこれやばいなさあ終わりです終わりましたお疲れ様でしたちょうど1日経ちますとりあえずはそのサバイバル生活としては成功やったね今度またさらに豪華なやつとかやりたいなと、ね、豪華で厳しいね生活を、うん、こう期間を伸ばしてとりあえずねお土産も一応持って帰ればするからね、はいお土産として一応持って帰れそうなやつねアオリがね2匹かな3匹かなアオリが3匹あでも結構でかいやつおりろ、うん、アオリとウネ、はい、さんが作ったヤリカヤリカとアラカブが持って帰れるあんだけ釣れて持って帰れるサイズが2匹っていう2匹やったねとりあえずでもこれでまた帰って、うん、料理編取りましょうかねですねイカが大きいからね、はい、多分ねできると思う、うん、料理はあとは料理編をまずは気をつけて帰りましょう、うん、はい次回です次回料理編ですはい動画視聴ありがとうございました次のおすすめ動画はこちらになっております今携帯スマホでもクリックすると見れますよ、はい、チャンネル登録よろしくお願いしますありがとうございました、はい